はい、こんにちは、タカです。ある程度予想はしていたとはいえ、誰かの発言、何かの発言で相場の方がポッと動いてしまいますね。すごくやりづらい環境だと思います。ただ今の相場というのもそういった相場環境ですから、まずはそこを理解するところからですかね。振らされるのが嫌だというんであれば、これはもう基本的には様子見にはなってくると思いますけどもね。ただまあボラもありますから、どこを見ていくのか。今日も昨日みたいに誰かが何かを喋って相場が動くと、こういったのも全然ありえそうですからね、注意はしていただきたいなと思います。では昨日の動きを見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。どうにもやっぱりユーロが弱く感じます。ウクライナ関係のニュースによって相場が今動いてますから、まあ当たり前といえば当たり前なのかもしれませんけども、問題はここですね。強いトレンドがあって、この後調整に入りました。この調整の環境が今のユーロの弱さを見せているんじゃないかなと。一つがこの直近高値、前の高値を抜くことはできなかった。ただこの足場崩れてこなければ、これだけのトレンドですからね、短期のショート勢が捕まる苦しい状況になります。下がれば買いも入りやすい、だからサポートもされたりなんかもしていたと思いますけども、これを割り込んでしまったのがまあここの動きですね。これが金曜日の動きになってきますけども、これ割ってしまったことによってこのショートの逃げ場を与えてしまっている。こうなるとまあ多少の反発なんかはあるかもしれませんけども、なかなかまあこういった高値を抜けてくる動きにはつながってこないんじゃないかなと。むしろ戻りは叩かれる、そんな流れも見えてきます。僕はもう先週あたりはもうずっとユーロの強さを見てたんですけどね、これ割り込んでしまったことによってもこの考え方はもう一旦は撤退ですね。今の環境はユーロは上値が重いと、まあ当然そうなると目線はショートになってきます。問題はどこでショートをしていくか。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。今の環境やっぱりこのね、週末のこの動きにどうしても注目は集まっていますけども、このユーロドルに関してはその前にもサポート割ってるんですよね。チャートとしてはもうその前から売りのトレンドは出ていたことになります。そういったところからもこの売りのトレンドはしっかり見ていくべきかなと思うんですけども、ただかなり弱いですよね。まあ、ユーロがすごく弱い、そしてドルが強いと、この通貨の強弱の差がすごくはっきり見えてしまってますから、まあ、いい流れにはなっているんですよね。それはいいんですけども、このエントリーの場所を見つけていこうと思うと少し大変かもしれません。昨日なんかもこの東京時間でできたこの辺りの壁ですね、もうこれが見えてないと、これ以降はなかなかこれエントリーのタイミングは難しかったんではないかなと。どこかでは売りたいなと思っていても、この売る場所を探していくのにはすごく苦労はしそうなチャートではありますかね。現在はまたこの辺りに壁見えてますかね。これが 1.13-20 あたり、もしくは東京時間でできたサポートということで30あたりですかね。こういったところがまあ抵抗体の候補にはなっていると思います。ただもうこれ上位足、日足の環境なんかを見ているともうずっと売りの流れが出ていますから、だいぶ突っ込んだ環境になっています。多少戻り調整が入ってもおかしくない場面にもなってきていますから、僕はこの戻りをロングで見る必要はないと思うんですよね。相場はすごく弱いですから、継続して売り目線でもいいと思うんですけども、この戻りに警戒はやっぱり必要だと思います。例えば自分が見ている壁の候補ですね、20とか30、まあ、こういったところをも簡単に抜けているのに継続してズルズルショートを持ってしまうとか、そういうことをやってしまうと、この戻りが本格化してきた時に安値圏でショートが捕まってしまう状況にもなります。捕まるにしても捕まる場所というのはあると思いますからね。安いところでショートが捕まらないように、僕も今日は引き続き目線はショートで、まあ言っているようにこの20とか30、この辺りをまずは壁の候補として売る場所を探していきたいと思います。ただこの青い波ですね、日足のトレンドの調整がいつ入ってもおかしくないような場所までは来ていると、これはもう忘れないように見てはいきたいとは思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。リスクオフの円買いですかね。サポート割れた売りのトレンド、特にこれ金曜日ですね、大きく売りの方が入りましたけども、昨日も継続してこの売りの流れは続いています。これが行き過ぎた動きだったんであれば、昨日なんかは修正が入っていてもよかったように思いますけども、やっぱり売りが強いですよね。安値も更新してきてますから、もうこれはしっかり売りの流れを見ていくことにはなってきそう。売りの流れを見ていくなら、最終的な目標は波の起点ですかね。これが128円の50あたり、まだまだ距離もありますから下げ余地もありますけども、じゃあこういった売りの流れが出てくるのかというと、これは難しいと思うんですよね。上げ下げしながら下落の流れは出てくるんじゃないかなと。特にこの辺りサポートされていたところですけども、抵抗もなく抜けています。こういったところは流れが止まれば調整で試しに来るみたいなことは全然ありますからね。この戻りには注意はしたいです。ただ目線としてやっぱりサポートは割れていますから、ショート目線にはなってしまいますね。
安値更新が止まってくれば、まあ、こういった上昇トレンドを見ていくのも悪くはないんですけどね。ただ短期のショート勢を捕まえていた環境というのも一旦崩れているように思います。強い流れを見ていくためにはこの浅い押しから買いが入ってもらいたかったところなんですけども、これもサポート割れてしまいましたからね、どうしてもやっぱり波の反転にも時間はかかってしまいます。どこかで次の買いのターンというのも出てくるんでしょうけども、少し時間はかかるんじゃないかなと。まあ、今回この黒線に関してはウクライナ関連でチャートの方が崩れましたから、例えばこのウクライナ問題が急激に、まあ、すぐに解決みたいなことになってくれば、これもまた状況は変わってきそうですけどね。まあそういったのもなかなか期待は難しいんじゃないかなと。短期的にやっぱりショートの場所を探していくことになってくるんじゃないかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この下落の流れを見ているわけですけどもね、まあただ気になるのがこの直近安値サポート割れたこの動きですね。金曜日に一気にサポートを割っているわけですけども、こういったところは抵抗が出て当たり前の場所です。ただ今売りの流れが強く出てますから、こちら優先になってきますけども、底堅い動きが少し見えてくれば調整なんかも見えてくる。この調整が見えてきた際にこういったところを試しに来る動きというのはよくありますから、今現在地は130円台で壁になっていたところは131円の50あたりですから、結構値幅があるんですよね。ショート目線で見ていくんであれば、この調整の戻りに備えるというのはもうこれは絶対に必要だと思います。であればどこでショートをするかとか、まあ、どのタイミングでショートをしていくかというところになってくるんだと思います。今ここでショートをしてこの位置まで戻ってしまうと、これそれなりの値幅がありますからしんどいと思うんですよね。ただまだまだ売りの流れは出てますからね、これ安値更新していくかもしれません。ショートを見ていくのも悪くはないと思うんですよね。ですからショートしていくんだらしっかり壁を見つけていく、ずるずるいかないようにしっかり信頼できる壁というのを見つけて、そこをバックにショートをしていきたいです。もしかしたらこの辺りで調整のレンジになるかもしれませんからね。やっぱりこの突っ込んだところのショートは気をつけたい。売るんであればしっかり戻りを叩きたい。そしてショートをしていくんであれば今までの抵抗体を試す動きですね。この動きに備える。これを頭に入れつつ、どこでショートをしていくかというのを探っていくことになるんだと思います。難しいですかね。もう難しいと感じるんであれば、もうこれは様子見にもなってきます。値動きを見ていけば分かりやすいポイントも出てくるかもしれません。今日はそういったポイントを探していく日になってくるんじゃないですかね。僕ならまだまだこの下への流れは見ていきたいと思います。日足も安値更新していますから、まだこの下落トレンド全く止まっていません。加えてユーロは今すごく弱いですからね、まあ、簡単に買える状況にもないと思います。ショート目線を変わらず見ていきたい。ただこの調整の戻りに気をつけながらですね、これを忘れないようにしたいです。はい、変わりましてこちらがポンドドル4時間足に日足を重ねています。これは週末の動画でも触れましたけどもね、ポンドって強いんですよね。ただまあドルも強いですから、このポンドも強い、ドルも強いということで、この強い通貨同士のペア、すごく今環境は難しい環境だと思います。ただ救いがレンジが見えてることですかね。すごく大きなレンジの中に少し小さなレンジが見えてます。まあ、どっちを見ていくかというのは人にもよるんでしょうけども、共通しているのはこの 1.35 のサポートにはなってくるんじゃないですかね。強い売りの流れに対しての急激な戻り、短期のショート勢を捕まえた環境というのは現在も続いているように思います。押しが入ってしまったらショートの逃げ場を与えてしまいますから、ロングは少し難しいかなとも思えてきますけどもね、現状まだ崩れてないですよね。ならば僕なら目線としてはロングで見ていきたいです。ただ今の相場環境がドルも強いですから、強い通貨同士のペア、少し今の環境とは合っていないのかもしれません。ただ今の現在地はレンジの加減ですからね、一旦買ってみるというのは僕は悪くないように思いますけどもね。ただこれももちろん割れてしまったらこのサポートを見てるわけですから、買う根拠はもう完全に崩れてしまいます。ロングをしていくならこれサポート割れた時にどうするかというのをしっかり考えながらトレードはしていくことになりますね。今の相場環境を見ていくと大きなトレンドは難しいかなと思いますから、まあ、見ていくならまずはレンジの下から上までですかね。大した値幅があるわけでもないですけども、レンジの下限から上限までの流れ、レンジ相場を意識して値動きを追っていくことになると思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。見てるレンジがだいたいこの辺りですかね。昨日の動きはレンジの下限での攻防、この下 1.35 はもうサポートで、これ割ってしまったら買い方にとっては全ての根拠崩れてしまいますから、まあ、本当にギリギリのところ。ただ今はこれ割れてはいないですからね、一旦買ってみるというのはありなんじゃないですかね。逆にショート目線で見ていくならこの位置でのショートは苦しいと思います。今はレンジが見えてるわけですから、ショートしていくならレンジの高値、上から打っていくのが基本になるんじゃないですかね。もしくはしっかりブレイクを確認してからのショート、
環境がしっかり頭に入っていればどの位置でのショートは危ないかというのは見えてくるんじゃないかと思います。ポンドドル、僕ならばやっぱりこの 1.35 をサポートにまずはロングで見たいですかね。ただこれ何度も言いますけどもね、今の相場環境にあまり合っていないんですよね。どっちの通貨も強いですから、例えばドルに調整で売りが入ったなんて動きが出てくると、これは流れも出てくるかもしれませんけども、これはもうわからないですからね。ただ今の環境はレンジの安値圏、さらにポンドは強いですからね、こういった環境からもまずは僕ならロングで見ていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。昨日のこの動き、なかなかこうついていくの大変な動きになってますけどね、まあ、大きな十字線、この中でポジションを持ってた方はなかなか大変だったと思いますけども、ただ終わって改めてチャートの方を見ていくと、この156円、この辺はやっぱりサポートあるのかもしれません。昨日も短期足は抜けてますけども、ちゃんと最終的には買いが入ってますからね、事実をしっかり見ていけば156円、まあ、少し割れたところですかね、こういったところはサポートがしっかりしているのかもしれません。もともとポンドというのはすごく強いトレンドがあるわけですから、サポートが見えてくればまた買いが入ってきてもおかしくはないように思います。ただやっぱりリスクオフの環境で円が強くなってしまってますから、まあ、ポンドは強いんですけどもね、円も強いということで、これも強い通貨同士のペア、環境的には今は合っていない環境にはなってしまってます。少し前から話をしてますけども、この斜めライン、切り上げラインというのも綺麗に引けていたんですけどね、これも割り込んでしまいましたね。かといってまあ底堅い動きにもなっていますから、すぐに売りだとはなかなかならないんでしょうけども、こういった流れからも調整の動きはしばらく見ていくことにはなるかもしれません。調整ですから、まずは上下の壁を探していきたいところですね。そういった意味でも昨日で見えたこの156円少し割れたところ、このあたりはもうサポートの候補として見ていくことにはなりそうです。一方で高値はこの158円あたりということで、これはもうここだけではなくて過去に何度も止められてるんですよね。ですからまあすごく大きな環境での壁になってきますから、今はこの大きな壁をブレイクするかどうかを考える必要はないと思いますね。買いを見ていくんであれば一旦はこのあたりまで、サポートが強ければ上昇トレンドは継続して見ていけるんじゃないかなと、この押し目買いを意識して値動きを追っていきたいと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。昨日のここの部分、一定この動き見えてるんですけどね、156円っていうのはまあサポートになっているかも、少なくとも昨日の動きではそのように見えるわけですから、このあたりのショートは気をつけたいですね。仮にね、まあ、こういった売りの流れを見ていこうと思うんであれば、しっかり戻りを叩きたいところ、もしくはこのあたりでしっかり足場ができてくるんであれば、この足場の高値、こういったところを利用してショートを見ていくのも悪くはないと思います。ただこの下のサポートは強いと、これはもう短期足を見ても日足を見ても見えてるわけですからね、このサポートを利用して反発を意識していくのも悪くはないんじゃないですかね。日足の調整局面、このあたり見ていくんであれば、まあ、おそらくこの辺はもう安値圏にはなってくるでしょうから、そういったところからも見ていくのはロングですかね。ただもちろんこれ割ってしまったら根拠も全部崩れてしまいますから簡単には買えないですね。まあ、そういった意味では昨日の日足安値、これを更新してくるかどうかは大事なポイントにもなってきそうです。逆にショート目線で見てる人はもうここ155円の50あたりがターゲットにはなってきますね。僕は昨日のこの動きでは割れたとはやっぱり思えないですから、この156円あたりのサポートを意識してロング買い場を探していきたいとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。昨日もまあ終わってみればほとんど動きなかったということになりますけども、ただ下に上にと結構バラはありましたね。この5ドルドル、僕は 0.71 の50あたり、この真ん中あたりには今までサポートされていた場所で、今回この高値を試したんですけども抜けなかったというこの事実を見ています。ですから今のこの環境というのはこのサポート割れた環境なんですね。このあたりの動きを見てることになりますから、まあ、ここをレンジとして見ていけば、現在地はレンジの高値圏、決して今のこの位置というのは安い位置ではないというのは押さえてはおきたいですね。まあ、レンジの高値ですから、まあ、メインシナリオはレンジの高値から安値まで売りの流れを見ていくことになるんじゃないですかね。ただ昨日は動きがなかったですし、この高値圏でしばらくこの辺りも相場続いてますから、すぐに売りの方を見ていくのは難しいのかもしれません。大きなレンジの中にある小さなレンジを見ていくぐらいの気持ちでもいいかもしれませんね。もちろんこのレンジからブレイクしてくれば話は変わってきます。特にこの上のブレイクというのは一回潰された形がありますからね、これを見てショート、売り目線で見てる方というのは多いと思いますから、これを超えてしまったら売りの根拠が崩れてしまいます。
例えばショートしていくんであれば 0.72、 これ超えているのにズルズルいってしまうとかね、そういったのは避けないといけないですね。昨日は若干豪ドルも強かったんですけども、ドルも強かったですから大した環境にもなっていません。継続してこの辺りも高値圏ですから、ショートをしていく場所を僕は探していこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。大きな流れを見ていけば上昇トレンドが見えています。押し目買いという形もなくはないと思うんですけども、ただこの押しが深くなってしまって、少し小さな波を見ていけば下落トレンドも見えてしまってます。買っていこうと思えばまずはこの青い下落トレンドを崩さないといけないですね。今戻りが入っていますけども、これ今日も安値更新してしまったら青い下落トレンドは継続して見入ることになりますから、これは簡単に買えないと思いますね。上位足を見ていけばこの辺りは高値圏ですから、メインシナリオは僕はこの青い波を意識して見ていきたいなと思ってます。ですからこのショートを見ていくんであれば、この赤い波に警戒をしながらですね、例えば戻りの高値、これが 0.71 の70とか80あたりになってきますけども、これを超えてしまったら青い下落トレンドは崩れてしまいます。これがそのまま赤い上昇トレンドの波の反転につながってくるかもしれませんから、0.71 の80、この辺りをまずはバックにショートを見ていく。ただ現在地から見ていくと距離があって、この辺りバックにショートを見ていくのはちょっとまだ難しいと、であれば今日はこの辺りに壁を探してショートを見ていくということにもなってきそうです。ですから今日も5ドルが強くて戻りが強く出てくるんであれば、この 0.71 の70、80、この辺りの攻防は注意深く見たいですね。ただチャートが弱いんであればそこまで戻らずに、ちゃんと壁は見えてくるんじゃないかなと、その壁バックにショート、目指すは安値更新ですね。昨日は強かった5ドルですけども、僕はこのチャートの環境は何も変わっているようには思えません。継続して5ドルの弱さは見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円はかなり長いピンバーが出てきましたね。下髭長いピンバー、82円あたりはサポートが強いのかもしれません。このあたり何が見えてくるかというと、過去に壁になっていたところですね。下落トレンドの戻りの高値抜いてますからね、今はこの上昇トレンドが見えてることになります。押しが入りましたけども、押し安値割ることなくこのようなピンバーが出てきた。今まで壁になっていたところにぶつかってのピンバーですから、もしかしたら波の反転につながってくるかも。僕も正直この5ドルというのはそんなに強いとは思ってはいないんですけどね。ただまあ円がかなり弱いですから、チャートの方を見ていけば上昇にはなってるわけですね。ただ今回円の方に買いが入った、円買いが起こってますから、この押しが入ってますけども、なかなかこれ押し切らない、サポート割り切れていないですから、この円買いというのがどこまで続くのかというのは正直わからないですけどね。ただ流れが止まったらこれチャートまだ崩れてないですから、反発は十分期待できるんじゃないですかね。仮に5ドルがそんなに強くなくても円の方に売りが入ってくればこれは上がりますから、この昨日できた冷やしピンバーなんかもできた場所が場所ですからね、今までの壁です。この動きは無視するわけにはいかないと思いますね。波の反発はかなり警戒心は持つ必要はあると思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この82円あたりが今までずっと壁になっていたところですね。売りのトレンドは確かに出てはいたんですけども、割れた後に急反転、全く足場もないまま反発しています。最近もこの動き多いですね。短期のショート勢が捕まる動き、しかも82円は今まで壁になっていたところで、このあたりはもしかしたらサポートになってくるかもですね。今ちょっと押しが入ってますけども、これまた大した押しではないです。もう少し深い押しが入ってしまったら、これはもうショートの逃げ場を与えてしまいますからね。上値も重くなるでしょうから簡単には買えないですけども、これ浅い押しで継続して流れが出てくるんであれば、これは反発面白くなってくるんじゃないですかね。この赤い下落トレンドを継続して見ているベア派というのはいるはずなんですけども、短期ショート勢が捕まっている、戻りの高値も抜いてますからね。今はこの上昇トレンドを見ているブル派、買い方の存在もここには見えてきます。さらには上位足見ていけばここに強い上昇トレンドがあって、押し目買いという形なくはないと思うんですよね。ただそのためにはちゃんとサポートされた形が欲しかったわけですけども、昨日の冷やしはそれを見ていくには十分な形だったように思います。少なくともこの82円には明確にサポートが見えてますから、この82円の今は近くですからね、この位置からショートを意識していくことはないですね。ということで、昨日のこの値動きを見る限りは5ドル円はロングを見ていくの面白そうですけどね、どうなりますかね。5ドルドルなんかは変わらず上値も重いですから、5ドルが本当に買いが入ってくるのかどうか、少し疑問もあったりもしますけども、
ただチャートはすごくやっぱり綺麗な反発の形見えてきてるように思いますから、まあ、深い押しが入ってしまったらこれは苦しくなりますけどもね、この押しがないんであればロング中は少し意識してそこの方を見ていこうかと思います。はい、ということで、先週の金曜日にやっぱり円が買われましたよね。リスクオフの円買いということで、すごく円は強かったんですけども、ただその前に関しては円っていうのはすごく弱かったんですよね。この円買いの流れというのが止まってくるんであれば、その前までの円売りですよね。この流れが再度顔を出してくるかもしれません。実際このポンドを見ていくと、これピンバーですよね。サポートが強く見えています。5ドル円もそうですね。この82円がずっと壁になっていたところで、ちゃんと反発の形が見えています。円っていうのは最近ボラがありますから、波を捉えていくってなかなかこう難しいんですけども、少なくとも昨日の動きを見る限りはこの底堅い動きが見えてきてますから、少しロングを意識してもいいかもしれません。ただこのリスク回避のリスクの部分ですよね、全くまだ問題というのは解決されていませんから、急に押し込んでくる場面というのはあるかもしれません、まあ、そういったまあ相場ですから、そこはちゃんと理解してトレードはしていきたいですね。あとは個人的に気になっているのがユーロの弱さ。全く買いが入ってこないですね。かなり弱く感じます。まあ、もちろんウクライナ問題、これはもう当然関係はあるんでしょうけども、これはもうすぐに答え決着というのがつくものではないですからね。であればこの弱い流れは継続して見ていくことになるかもしれません。安易なロング逆張りは気をつけたいですね。ユーロはもう変わらずショート目線、もうしっかり買いが入ってくるとか、何かしらインポカタル動きを見せてくるまではこの売りの流れを見ていきたいと思います。今日も昨日みたいに誰かが何かきっと喋ります。その度に相場の方も動くと思いますので、値動き十分注意はしてください。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になってきます。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。